こんにちは、はい、さあ巨人にエースが戻ってきました、はい、菅野投げたね、はい、菅野今季初登板そうですよ投げました。6回2失点で今季初白星というところで、まず率直に豊さん、はい、菅野投手戻ってきて試合を見てどんな感想でした、はい、まあ、菅野のいい時を知ってるからさ、それから比べると50点だな。うわ、うん、まだそれはもう菅野の本来の姿ではない。あ、誰かぬいぐるみ着て投げてるのかなと思うぐらいのまだですか。いやいや、そりゃ菅野のいい時とかこれからの期待を考えると、あ、このままじゃちょっと10勝できるかできないかのピッチャーが投げてるなっていうような感覚だったね、はい、うん、まあ、ソフトバンク戦日曜日ソフトバンクもそんなに当たってるバッターいなかったから、はい、まっすぐの走り言うとね、はい、全盛期の7割ぐらいやな、まっすぐの走りが、うん、で、まあ、スライダーの精度、まあ、7割ぐらい、はい、ツーシームの精度6割ぐらい、うんうん、フォークの精度9割ぐらい。あ、フォークは、あ、だから、うん、フォークだけは使えるなと思ったけど、他のボールはまだまだ、まあ、調整が必要かなという、まあ、なんつっても、まあ、2ヶ月のブランクだとかあったからね、はい、だからなかなかこう錆びてる部分が落ちてないっていう、まあ、これからだろうけども、だけど本来の菅野の姿では全くないというね。それはその、まあ、故障明けだからなのか、あとはその年齢もやっぱり返ってきてるのか、うん、ただね、ピッチングのスタイルは変えてきてる、はい、だからこう力でグイグイと押すところはなくなって、やっぱかわそうとするよね。だから打ち取ろうとする、はい、だからまあそういう姿にこれから我々も慣れていかなきゃいけないのかなっていうような、そんな感じだったよね。あれでやっぱりまっすぐが150キロ超えてきて、スライダーがピュッと切れて、どのボールにも力があるような、そういうピッチングスタイルには俺はもうならないと思う。それはもうやっぱ戻らないってことですね。ただやっぱこう年齢とともにさ、やっぱ変わっていく時期ってあるじゃない、はい、だからまあそういう時期を迎えたのかなっていうような感じで見ると、はい、まあ、違和感は消えるんだけど、はい、だけどね、菅野といえばスライダーも力があったりだとか、ツーシームなんかもっと力があったりだとか、まあ、そういうグッグッってこう押すようなピッチング、まあ、だったのがやっぱこう変化したなっていう感じはしたよね。じゃあやっぱりこれを機に今後菅野投手のピッチングスタイルっていうのはやっぱり若干変わってくる、うん、だから見る方も慣れていってあげなきゃ、いや、いつまでたっても投げてて勝っても、はい、いや本来の姿じゃないとか言うけども、うん、まあだけど今の姿に変わっていくんだろうなって思うと、まあまあやっぱりこう丁寧なピッチング、うん、あとはやっぱこう勝ち運があるピッチャーだな。そうですね、うん、まあ、2点リードされて、はい、おそらく4回で変わるかもわからなかったんだよね、あの試合でソフトバンクの、うん、でもこのゲームはあのエースに勝たしたい、うん、やっぱ登板したからには何かの痕跡を残したいというようなね、まあ、そういうこともあり逆転したから5回いったと思うんだけど、はい、でもやっぱ普通のピッチャーじゃないよね。ピシッと抑えましたね。そうなんだ。だからそこら辺がやっぱ勝ち運があるし、はい、まだまだ菅野という名前は生きてるなという、うん、昨日はなんかまだ言っても菅野という顔とか名前で投げてたような感じだからね。相手バッターも菅野ということで、はい、ちょっと受けたみたいな感じだから、うん、まあだけどセリーグに戻ってしまうと、もう菅野なんて昔のイメージじゃないよって言えば、うん、もっと精度上げていかないと抑えられない、はい、そうですよ、ね、と俺は思った。その今の中での菅野投手の 100% 近い状態に戻っていくにはあと何試合ぐらいしていくと戻っていきますか。今のまあでも肘の相談があるじゃん、うん、で投げた日はいいけど次の日どういうふうな肘の状態になってるか、うん、まあ、こことの相談だよね、はい、うん、やっぱね2軍でねいくら投げてもね1軍でね投げるのとは全く違うから、その分負担もやっぱりかかってるんですか。いやもちろんもちろん、それはね、ファームで投げるのは7割、8割でいけるところはあるけど、1軍ではやっぱり100いかないと、そうですね、今の状態では抑えられないからね。これ、原監督は菅野投手への負担としては、100球いって交代にしたのか、それともやっぱりちょっとその手前で、今はまだ下ろしときたいとか、そういうの、まあ、試合展開じゃないの、うん、まあ、競ってたら、やっぱり生かすし、はい、きっちり球数100ぐらい、100前後ぐらいは生かすだろうしね。うん、でも大量点取って90球、うん、じゃあもう菅野今日はご苦労さんみたいな、はい、と思うよ。うーん、まあ、試合展開による、まあ、試合展開にはよると思うけどな。うーん、うん、
まあだけどそうだな、まだ顔で投げてるっていう感覚はあったな俺の中では。その菅野智之という、そう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 、やっぱ俺らでも打席に立って故障明けの誰々って言ったらあって思うもんね。まあ言えば球界のエースだった人じゃない、はい、だからそれは構える部分もあるよね。でもとか思ったと思うよ日本ハム、うん、えらい変化球も多いし、まっすぐで押してきたっていうのは近藤の1球だけじゃないの、インサイドに。あ、ソフトバンクの選手、まあ、初回のね、まあ、あれが一番いいボールだったけど、はい、その後まっすぐでいいって感じたのはそんなになかったもんね。あとはやっぱこうさすがなのはスライダーのこの膝元に投げて空振りを取る術だとか、ここら辺見せといてボールにね落とすとか、うん、そういうテクニックはやっぱ持ってるピッチャーだよね、はい、うん、だからそれは錆びてないことはすごくいいなと思ったけど、うん、もっともっとやっぱこう組み立ての中の精度を良くしていかないと、やっぱねボール先行が多かったんだよ。でフォアボールも四死球入れて4つあったんだよね、はい、5回までに4つなんて普通考えられないよ菅野の精度からすると。だからそこら辺の精度を上げていかなきゃいけないというね。ただやっぱこうさすがじゃさすがだよ。そうですね、そのあの状態で勝ちゲームに持っていけるわけだ。そうですよね、確かに。だから見る側が欲があるからさ、うんうん、だからあんまりいいとは思わなかったけども、はい、でもこれから打たして取るような、うん、マダックスみたいになっていくのかなっていうね。マダックス、マダックス、うん、知ってる？知らないです。あのアメリカの投手で、はい、マダックスって監督して、はい、100球以内だったらマダックスって言われるじゃない。言われるんだよ、はい、そのマダックスっていうのはもうとにかくこうボールを動かして動かして打たして取るピッチャー、はい、決して三振を取りに行くっていうことはあんまりなくて、うん、なんかもうものすごいコントロールの精度が良くて、うん、そこからちゃっちゃっちゃっと動かしてあみたいなボンドは取っていくんだけど、はい、まあ、そういうマダックスになっていくのかなっていうような、うん、まあ、そういう感じはするんだけどもね、うん。現在ですけれども巨人はセリーグで4位につけている、はい、でここから、まあ、交流戦が終わってやはりこう A クラスそして優勝っていうふうに狙っていくためにはやっぱ貴重な先発が1枚戻ってきた。オラホーよー。ちょっと岡田監督なっちゃってますけどですよね。先発がやっぱ1枚足りなかったので巨人はだからその分戸郷にかかる負担っていうのはすごく大きかったからね、はい、で戸郷が無理やり関東に行ったりだとかさ、うん、まあ、球数を要して勝ちに行ったりだとか、まあ、してたのがやっぱ菅野がいることによってそれを両方が担うようになってくるとすごくブルペンも助かるし、まあ、良くなってくるよね。で精神的にも戸郷っていうのは楽になるかもから、うん、だからそういう意味ではいい人が帰ってきたよね。そうですよね、うん、で、まあ、7回ねいろんな人がスクランブルで投げながら、うん、まあ、菊池っていうのが今状態がいいし、はい、でビーディーが8回に入る、はい、体勢が抑えになるって言ってくると投手陣は落ち着きそうなんだよね、ある程度ね、はい、ただ先発はちょっと弱いけどね。まあそうですね、あの弱いっていうか迫力に欠けるんだよ。うん、ただゲームはしっかり作ってくれたらあとはやっぱ打つチームだから、はい、やっぱ援護できるかどうかだよね。うん、そうなってくるとグッといく可能性はある。やっぱりだから菅野投手の戻ってきたっていうのはやっぱりチーム的にも、まあ、あの投手陣の精神的な支柱でもあるしね、はい、まあ、いい兄貴が帰ってきたというような、うん、まあ、そんな感じがするよね。そうですね、うん、じゃあここからはその今までの菅野投手っていうイメージよりも、まあ、新しいニュー菅野投手っていうのを、あ、だから危ないって言った時には三振を取りに行って三振を取れたピッチャーなんだけど、これからは危ないって言った時には精度よく投げて打ち取りに行くと、うん、だから、まあ、ゲッツーの取り方が増えるだろうし、はい、だからまあそういう面ではどういうふうに本当に変わってニュースなのを見せてくれるのか、はい、まあ、楽しみだよね。そうですね、はい、ちょっとここから楽しみにしたいです。はい。